激闘を前に観客席には大勢のサッカーファンが詰めかけています。パナソニックスタジアム吹田へようこそ。実況は私西岡明彦、解説席には現役復帰も話題になった福西崇史さんをお迎えしました。パリサンジェルマンがガンバ大阪と戦います。なかなかいいカードになりましたね。それぞれ戦略があるでしょうが、それがうまくはまるかどうか、キックオフから見ていきましょう。こちらがパリ・サンジェルマンの先発メンバーです。ゴールキーパーはドンナルンマ、マルキーニョスとシュクリニアルがセンターバックに、メッシとネイマールが中盤のワイドな位置、そしてトップはエンバペです。今日の対戦相手のラインナップです。攻撃的な 3-4-3 ですね。攻撃力が高いシステムですので爆発力はありますよ。パリ・サンジェルマンがメジャーな国際大会で獲得した初タイトルは95-96 年のカップウィナーズカップでした。嬉しいタイトルだったでしょうね。フランスのクラブでヨーロッパのメジャー大会のタイトルを獲得したことがあるのはこのパリ・サンジェルマンとオリンピック・マルセイユだけです。いよいよ試合が始まります。ガンバ大阪ボールのキックオフです。ボールを失いました。さあパリ・サンジェルマン、ここから危険な形を作れますか。止めたが抑えられない。さあどうなる。ここは効果的なプレスですね。うまくボールをダッシュしました。中にいいボールを送りたいですね。ポゼッションは相手に渡ります。ボールを取りました。さてどうする。ムバッペ、エンバペに絶好のチャンス。これはナイスカット。窮地を脱しました。藤原博樹、ボールを失った。レナト・サンチェス、ボールはネイマールへ。味方を使います。危ない位置でしたがタックルでチームを救います。藤原博樹、アタッキングサードでボールを回していきます。シュートは大きく横にそれました。ムバッペ、メッシ、メッシのクロスだ。これはチャンスです。高い位置でインターセプトしました。エンバペのゴール、これが先制点です。あんなところでインターセプトされたらダメですよね。結局相手の得点を許すことになりました。
何を焦っていたんでしょうか。監督も喜んでいるようですね。作戦通りリードができて一安心でしょうか。藤原ひろき、ガンバ大阪、ボールをうまく動かしてチャンスを狙います。チャンスだったんですがシュートには至りません。ここでボールを失いました。キリアン・エンバペ、マークを振り切ります。メッシ、チャンスです。メッシ、これはいい読みです。ナイスブロック。コーナーキックを獲得しました。もう1点欲しいところ。ネイマールのコーナーで再開。試合はゴールキックから再開となります。いいタックルです。ポゼッションを取り返しました。ギリギリで追いつきましたね。ボールをキープしました。マルコ・ベラッティ、ネイマール、いい位置です。打った、入った、追加点です。リードを2点に広げました。リプレイが出ます。ここでディフェンダーを突破して得点機を作り出しました。そして低く抑えたシュートでフィニッシュ。キーパーも反応できませんでしたね。藤原ひろき、着実なビルドアップからチャンスを狙います。決定機になりかねないパスでしたがカットしました。さあここで一気に仕掛けられるか。スルーパスが味方に通る。よ、奪った。絶好のタイミングで前に出ていきました。非常にいい仕事してますね。今のところポゼッションはガンバが上回っています。それにもかかわらず厳しい状況が続いていますね。追いつくにはバックラインを前に動かしたり、もっとピッチを広く使ってチャンスを作り出していくべきでしょう。どこに上げてくるのか。コーナーからエリア内へ、ディフェンダーがクリアしました。どこに入れてくるんでしょうか。ボールはカットされましたがまだチャンス。一時はどうなるかと思いましたがなんとかしのぎましたね。ネイマール、誰も見ていなかったですね。ムバッペにチャンスです。さあどうなる。キーパーが止めた。チームのピンチを見事に救いましたね。
コーナーキックが入ります。あっとこれは危ない、クリアミスです。ここは一気に攻め込んでいくのか。相手のカウンター、ディフェンダーが必死に戻ります。マルコ・ベラッティ、メッシ、これはナイスディフェンス、タックルで阻止しました。藤原ひろき、パトリック、攻撃はここで止められます。前半終了です。スコアは2対0、非常にいい内容で後半を迎えます。この選手に注目が集まるのも当然でしょう。ここまではゲームを支配しています。シュートまで持っていく意識が高かったようですね。その努力がゴールにつながったのもうなずけます。さあ後半開始、現在パリ・サンジェルマンがリードしています。レナト・サンチェス、倉田修、ドリブルで相手を揺さぶります。絶好のチャンスを決めきれません。福西さん、今のが入っていれば1点差でしたね。はい、そうなっていれば追い上げていくモチベーションも上がったんでしょうね。とにかくこういうチャンスを無駄にしてはいけません。マルコ・ベラッティ、マルキーニュス、メッシ、メッシのスルーパス、ムバッペ、ネイマール、このシュートはブロックされました。倉田修、ガンバ大阪の攻撃です。これは勇気のいるタックルです。ネイマールのパスがカットされました。2点ビハインドのガンバ大阪、華麗なパス回しから反撃のチャンスを狙う。中へ切り込む、なかなかいい攻撃でしたがディフェンスに処理されました。ダニーロ・ペレイラ、パリ・サンジェルマンパスをつなげない。パスは読まれていました。ネイマールが絡んでいきます。リオネル・メッシ、ボールを奪った、いいタックルでした。パリ・サンジェルマンの選手交代です。見事なインターセプト、ディフェンダーの読み勝ちでしょうか。藤原ひろき、ここでチームの動きが攻撃に切り替わる。まずは1点返したい。キーパーの素晴らしいセーブ、チームのピンチを見事に救いましたね。
コーナーからエリア内へ。キーパーがボールを確保します。藤原弘樹、パスを求めて下がっています。2点ビハインドのガンバ大阪、華麗なパス回しから反撃のチャンスを狙う。このボールは重要です。コーナーキックで再開です。最後に相手の選手に当たっていました。ボールが中央へ向かう。このボールはディフェンスがクリアします。打ちに行く。キーパーが飛んだ。これはファインプレーです。読んでいたのかもしれませんが、それにしてもよく止めました。どうやら選手交代でチームの活性化を図ります。ボールを入れた。ちょっとクリアが小さいか。これは危ないですよ。ここはキーパーががっちりとキャッチしました。中盤でボールを受けました。前でボールはもらえないと判断しましたか。いいボールを送りたい。ピンチでしたが、ここはうまくクリアしました。お手本のようなタックル。ボールをダッシュしました。マルコ・ベラッティ、ボールはマルキーニョスへ。リオネル・メッシ、タックルがきれいに決まりました。倉田修、タックルが決まりました。ボールダッシュに成功です。ヘオルヒニオ・ワイナルドゥム、相手の選手がパスを出した先にいました。宇佐美隆、何を狙うのか。マイナスのクロスだ。ゴールキーパーが果敢に飛び出しました。しっかりキープしています。ダニーロ・ペレイラ、うまく読んだインターセプト。スペースに見事なロブパス。ボールを素早く戻します。シュート。シュートは枠を捉えきれません。しかしここは思い切って打ってきました。こういう積極的な姿勢が大事ですね。2点ビハインドの状況ですから。交代選手がピッチの脇に待機しています。アディショナルタイムに2分加算されましたね。スローインが与えられます。ここで試合終了です。アウェーチームが敗れる結果となりました。チーム全体のパフォーマンスが振るわなかった結果の2点差でしょうね。相手の攻撃に対して効果的な守備ができていませんでした。これでは勝てる試合も勝てません。福西さん、エンバペはその名に恥じない活躍を見せてくれましたね。素晴らしい働きで何度もチャンスを演出していました。ゴールも決めてチームを勝利に導きました。